文人画の巨匠富岡鉄斎の没後100年を記念する企画展が今奈良市の大和文化館で開かれています。富岡鉄斎は若い頃から日本や中国の古典などに親しみ、そこで育まれた豊かな文人としての素養を礎として生涯書画制作に当たりました。儒学者でもある鉄斎の画にはその作品の意味を表す文人の言葉などが書かれているのが特徴です。こちらの山水画は基本の枠組みにとらわれず、自身の理想とする山水世界を大胆な構成と筆遣いで描いたものです。中には2人の人物が登場しますが、こちらは鉄斎本人と妻の春子という説もあります。その他、天下の名山と称え自らも登頂を果たした富士山を描いたものや、親しい友人から贈られた魚を即座に描き返礼したという温かい人柄が伝わる作品など52件が展示されています。この企画展は来月19日まで開かれています。